はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。今回は新宿の古典の方に持っていく万年筆と螺鈿の方を少し紹介したいと思います。まず万年筆ですね。上の方からいきましょうか。アクロガキ、クジャク目のひぞっこちゃんですね。一応ここには3本あります。でも閉まっちゃってるやつが2本ありますので5本あります。そして今回はローズのコブですね。はい、がここに4本とここに3本あります。まあだいたい25万円から18万円ぐらいまでの間で作っております。結構木、まあ、こんだけ大きいんですけども木がばらつきがありますのでお値段変わります。黒脇ひぞっこちゃんは17万円です。でクローズエンド、あとはチューリップとか1本あります。こっちのクラロはクローズエンドじゃなくてビスキオの方になります。セーラーの方ですね。はい、で、螺鈿の方ですね。シャーペンの方が、ここにサイファーが2本と六角が1本あります。で、六角のシャーペンがもう1本あるので2本ずつになります。で、ボールペンの方がサイファーと六角1本ずつになります。でですね、そう、忘れてました。シャーペンの六角の一箇所だけ見にくいな、ピントが合わない、ごめんなさい。一箇所だけ金が入ってるやつ、これご愛嬌だそうです。とね、あの金のラレもできるんですけど、これ単純に金があるわけじゃなくって、貝の裏に金箔を貼ってそしてやると金の装飾になるわけですね。それ使うと当然ながら高くなります。でまあ、池田先生の、まあ、考えとか、まあ、彼のスタイルなのでやるやつはちゃんとがっつりやる自分の作品がたくさんありますし、ボールペンとかこういうものにはあんまりない方がいいんじゃないかという先生のお考えもあり、基本的にはしません。ただ一箇所ね、ちょっと面白そうなんで入れていただいたという形です。基本的にはないものだと思ってください。そしてマトリックスですね。003でコンプロットのトップ細かすぎて本当ピント合わないな、ごめん、ね、合わない、あったあったあった、こんな感じ。はい、003もうアメリカ用に作ってもらったやつなんですけども、アメリカ行きがなくなりました。なのでこれ販売できます。コンプロットのセットで税込み120万になります。まあ本当に多分これ1個作るのに数ヶ月かかりますのでね、どうしてもそれぐらい、あとサイバーとか六角に比べて断然数字のパーツ数がめちゃくちゃ多いです。まあ、そんだけ手間暇かけて作っていただいてますので、はい。003は販売可能なんですけど、基本的には注文ですね。もうすでに011まで決まっております。次はそれ以降で、もう今年の納品はもう不可能ですね。もう来年の春、っていう感じですね。だいたい1年ぐらいの納期になります。マトリックスの方ですね。はい、という感じです。では万年筆の方、まあ多分あれですね、明日4日の日に来られるお客さんか万年筆見に来られる方多いと思います。ただこれここあるプラスアルファありますので、まあ、全部なくなることはまずありません。なので、順番にね、5、6と来ていただける方も、万年筆の方、選んでいただける方と思っております。またね、あと僕の使ってるクローズエンドも持っていきますので、試し書き等できるようにしておきます。また、その際は
お声掛けしてください。ではでは、またよろしくお願いいたします。